こんにちは。明治大学体育会明大スポーツ新聞部3年の北上大成と申します。私たち明大スポーツ新聞部は普段体育会46部の取材を行い、ウェブ上に記事をアップし、また月に1回程度このように紙面の新聞を作成しております。2年前からボッチャの普及活動を行ってきました。今回はボッチャのボッチャボールについて高さという観点から紹介していこうと思います。ぜひお楽しみください。ソフトボールは大きく2つの役割があります。1つ目はボールを固定して、相手のボールを当てられたとしてもあまり動かさないようにしたいとき。いきます。もう1つはボールを確実にアプローチしたいときです。衝撃を吸収する分、距離の調節がしやすくなります。